茨城県鹿島郡の範囲鹿島郡は、鹿島神宮の神軍として県軍された、日立国の軍。大化5年に、下宇佐国海上国造の部内敬愛難の一里と、長国造の部内関迎北の五里を分けて県軍された、下業地域の名の由来となった軍の一つ、平成の大合併で消滅した。神の後遺跡下宇佐国海上国造の光栄を、称する、 おさだの美方針森が焦燥印文書に残した、おさだの日報無事か、新語会には、新語の祖父恩師が、高徳期に、海上軍将領であったことが書かれており、甲島表の立表に同意したことが伺える。大火から、天武天皇期にかけて、順次設置されたとされる、八神軍の一つであり、鹿島神宮の所在地としておもんじられ、養老七年十一月十六日には軍事に、 近親者の連任が許されている。一般に軍を治める軍事に近親者を続けて任命することは禁止されていたが、郊島軍では神社を代々祀ってきた鹿島氏が重視されたものである。8世紀以降の軍ガートは鹿島神宮の南約1.5キロメートルに位置する上野港遺跡で発見されている。この場所は日立国風土器において、 その社の南に軍家があるという記載とも一致する。移行は8世紀前半から10世紀初め頃までの、軍庁内閣、クリアや総統施設、小僧院等で構成され、特に正殿周囲に回廊を有する点が注目される。現在、遺跡は国の史跡、鹿島神宮境内のうちに、月として指定されている。演技式神明帳に記される軍内の式内社。 1、夏見村2、大谷村3、沼前村4、友江村5、徳宿村6、諏訪村7、保田町8、新宮村9、上島村10、白鳥村11、大道村12、中野村13、波野村14、豊里村15、豊津村16、鹿島町17、高松村18、中島村19、京野村20、若松村21、八田部村22、東日村。 ありがとうございます。